8月30日本公衆電話会は安否確認サービスの認知啓発活動や公衆電話教室などの活動を行っている財団法人で昨年度行われた町の総合防災訓練に参加するなど愛南町の防災行政にも協力しています。 今回は災害時の連絡方法の手引き災害用伝言ダイヤル171を周知するポケットティッシュとマスクが贈呈されデモ機での171体験も行われました災害時は停電や回線が混み合うことが予想されますが公衆電話は電話線から電気が供給されています万が一の事態に備え家族間で避難方法 連絡方法を決めておくことが大切ですその手助けとなる防災ツールは、防災週間の8月30日から9月5日まで、愛南町役場1階に置かれているほか、町内の防災訓練、自主防災会議で配布されるということです。